桜とは、公演主催者や販売店に雇われて、客や行列の中に紛れ込み、特定の場面や公演全体を盛り上げたり、商品の売れ行きが良い雰囲気を作り出したりするものを、指す因語、当て字で、偽客とも書く。本来は、江戸時代に芝居小屋で歌舞伎を無料で見させてもらう。代わりに、芝居の見せ場で役者に掛け声をかけたりしてその場を盛り上げること。 またはそれを行うもののことを桜と言った。桜の花見はそもそも、ただみであること、そしてその場限りの盛り上がりを桜がパッと咲いてさっと散ることにかけたものだという。桜の同義語に、ドハがあるが、これはハとを逆に言ったもので、同様にパッと散り去るからだという。これが、明治時代に入ると、露天商や敵屋などの売り子とつるんで客の中に入り込み、冷やかしたり、 率先して商品を買ったり、わざと高値で買ったりするような仕込み客のことも、隠語で桜と呼ぶようになった。桜を偽客と書くようになったのはこの露天商などが用いた当て字が一般に広まったものである。今日ではマーケットリサーチや世論調査などにおいても、良好な調査結果をもたらすために主催者側によって動員されたり、 あらかじめモニターや調査対象者の中に送り込まれた回し物のことを桜と呼ぶこともある。行列商法において客の行列を恣意的に生成する手段として桜が動員されたり消費者生成メディアにおけるステルスマーケティングの一例としてウェブサイトへの桜を用いた書き込みが行われたりしている。新発売キャンペーンの一環としての桜、クォーターパウンダー販売開始時に 日本マクドナルドの大阪市心斎橋にある店舗に3000人近くの行列ができたが、そのほとんどが短期アルバイトによる水増しだったという疑いがある。出会い系サイトの女性利用客を装った桜男性ユーザーに期待できる女性利用客が多数いるよう勘違いをさせるため、出会い系サイト提供者側に桜が雇われる。そのほとんどが女性ではなく、 女性になりすました男性ユーザーと言われる。写真はキャバ状を撮ったものや他のウェブサイトからの流用など様々だが、いずれも無断流用である。タウンミーティングにおける桜小泉内閣が行ったタウンミーティングで一部の市民活動家や市民団体など都合の悪い人物を抽選で落とし、県、市職員を大量動員したり、謝礼を払って賛成派を参加させたりしていた。 プロレスリング工業における桜を応援リーダーが使用する魂込めて、新日本プロレスの横断幕2006年、当時人気が低迷していた新日本プロレスは、客席を盛り上がっているように見せるために、他スポーツの応援経験者を複数会場内に配置し、応援リーダーとして会場の雰囲気を作り出そうとした、親会社が変更された2016年4月現在でも、 これらの応援リーダーが、魂込めての横断幕と共に、全国各地で行われている工業に帯同している。元新日本プロレス所属で現在は、フリーランスの吉達は、これら応援リーダーたちとの交流を明言していて、2016年12月に行われた高田市工業では、魂込めて T シャツを着用して、試合に入場している。パチンコにおける、 桜パチンコ店に雇われて、店が繁盛していることや店の出玉が良いことを錯覚させたり、高設定台を一般客に打たせないことを任務として、パチンコパチスロの台を打つ人を指す。そのため店の関係者がやることが多い。台を打つための費用は雇い主の負担だが、利益の大半も雇い主のものとなるのが一般的である。インターネット、スパム、雑誌などで、 この種の桜を募集していることも多いが、これはカモに登録料を数十万円払わせるなど、すべて詐欺と考えてよい。心理学の実験における桜社会心理学では、他人の振る舞いが人の心理や決定に及ぼす影響を、実証実験する際に、実験装置として桜を使用して、被験者の行動を観測する方法がある。桜を使用した有名な実験として、ミルグラム実験。 アッシュの同調実験などがある。桜を使い、顧客に価値判断を誤らせて商品を販売すると、日本では詐欺罪が成立するというのが確立した判例である。ありがとうございます。